いやーこれはね、自分も前から思ってて、ちょっとね、誰か作ってくれないかなと思ってたんだけど、非常にですね、わかりやすい図を作ってくださった方がいたので、ちょっとこちら見ていきましょうか。普通にこれ面白いよな。では、具体的な内容なんですが、FF7 リバースの、えなんだ、恋愛相関図みたいなものが、この度誕生いたしまして、非常にこれわかりやすいですよね。 完結というか、なんか一つ方向がおかしなところがあるけど、まあそれは置いとき、えー、本当にね、この通りなんですよね。えー、まず真ん中に陣取るクラウドが、まあやはりね、大きなポイントを占めておりまして、これ、やべえだろ。クラウド、お前、ど、どっちだよ、みたいな。 ティファとエアリス。まあ、両方に好意があると。一方でティファとエアリスもどちらもクラウドに、えー、矢印が向いていて、本当になんかギャルゲーみたいな感じっすよね。本当にね。なんじゃこれみたいな。一方で、ルードはこれも面白くない <laughs> ティファに好意を寄せていて、ジョニーもえっとティファに好意を寄せているといった状況。どころも、めちゃもテもテっすよね。ティファって。 で、エアリスも、えっと、モテモテで、えチ、ー、ョンとザックスで、えー、矢印が向いておりまして、エアリスに恋が向けていると言ったところ。で、あと、シスネとザックス。俺ね、これ、あんま知らなかったんだけど、シスネって俺ザックスなんすね。てか、ザックスも結構モテモテじゃないこれ。ね。 で、エアリスとザックスのところになんか矢印がこっちこっちみたいな感じになってるけど、ザックスもいないので、えっと、矢印が消えてるって感じなんだけど、ザックスも結構モテモテなんですよね。で、ユヒの初恋の相手も実はザックスだったりして、まあ、なかなかカオスっぷりがすごいんですよね。シスネザックス、ユヒザックス、で、エアリスザックス。けど亡くなったので、 えー、エアリスはクラウドに、えー、思いを寄せているといった状況。で、イリーナはこいつが好きみたいな。で、セヒロスがクラウドって、なんか、まあ、これはちょっと違う感情な感じもするけど、まあ、確かに合ってるかなと思いました。で、あと、フォージョーとか、ビエンセントとかもいたりとか、まあ、なかなかのカオスっぷりですよね。はい。 で、ここでね、ルートとかユヒがなんか繋がってたら、またそれはそれでカオスなことになっちゃうんだけど、ま、あさすがにそこはないかっていうところなんですよね。いやーけどなんか、う、なんかもうちょっとなんか人いなかったっけ気のせい。なんかいたよね。ま、あいっか。なんかそれも行っちゃうと、なんかもっとややこしくなっちゃうから。ただまあ、この図がまあ全てかなと思っていて、なんかいたって、 まあ、健全なゲームなのかどうか疑わしく思うぐらいなんかすごい状態になってるけど、ね、ギャルゲーだね、これ本当に。すげえよな何なんなんだこれみたいな感じなんだけど、すごいな。いや、ギャルゲー要素っていうか、FF7 リバースってこう見てみるとなかなかすげえゲームだなと思いますよね。まあ別にセブンリバースというか、FF7 リメイクとかもそうなんだけどさ、まあ全般的にすごいですよね。 今、そんな感じでございます。えー、誰でも恋愛始める韓国の長いホームドラマみたいな相関図だな。いや、本当にそれなんですよね。いや、これ結構複雑。まあ、シンプルではあるのか、逆に。複雑ではないか。結局なんか真ん中にクラウド、ティファ、エアリスっていうモテモテのやつが3人来てて、で、そこに付随する。 まあ他の奴らみたいな感じなので、まあ結構シンプルではあるんだけど、ただなんかすごいな。なんか誰かが、誰かを取れば一気になんか図が崩壊するような構図となっていて、まあじわじわ来ましたね。はい。まあそんな感じです。ふたまた野郎になってる。いやほんとそれなんだよな,な。んか唯一ふたまたになってんのが、クラウドなんだよな。お前、透かした顔してふたまたしてんのかよみたいな感じでさ、 なんか、すごいっすよね。バレットがいないやり直し。ジョニーとかしない奴がおる。クラウドがただの二股野郎になっている。実際中身は不倫野郎だし何も間違ってない。ここにいないシドとバレットがくっつくの。ザックスはエアリスと同棲していたけど、出て行ったからちょっと違うんじゃねえ。いやーどうなんだろう。けどザックスは X ックスとイヤリースはまあ時系列によって変わるっていう言い方が正しいんじゃないかな。観覧車で本当のクラウドが知りたいとか言ってたけど、自分への言い訳だろうな。<laughs> 確かになんかこの図を見て、なんか改めて空いたシーンとかを思い浮かべると、なんかとんでもねえゲームだなと思いますよね。なかなか。なかなかとんでもねえゲームだよね。うん、デートシーンとかさ、ゴールドソーサーの。あれ意味深すぎないか。 オリジナルじゃエアリスの片思いをザックスの恋人に変更して唯一キスしていたユヒもザックスが好きだってことに変えたからやりたかったのはティファ一本化への上書きだろうといったところでまあますますカオスに、えー、拍車がかかったような感じがするけど皆さんどう思いますでしょうかこれを見てぜひ、えー、コメント欄でコメントいただけると幸いです いやーけど、カオスっぷりがすごいよね。本当に。なんか、どこからどう突っ込んだらいいかわかんねえわ。いやけど、クラウドなかなかやべえよな。ガチの二股じゃんみたいな感じで。<laughs> まあ,あれがゲームの主人公でいいんだっていう話は置いとき、まあ、なかなか珍しい構図になってるなと思いましたね。はい、まあ、そんな感じでございます。まあ最終作、えっと、FF7 リメイクっていうのは、えっと、3部作構成になっていて、 え最終作につながる予定ではあるんですが、なんかね、本当になんか分岐ルートなるものがね、普通に存在しそうな感じがするよね。なんか改めて図を見てみると、すごい独特な図をしておりまして、まあ今のところは FF7 リバースの最後の結末見ていただいたら分かる通り、原作、 オリジナル版と、まあ、ちょっとね、異なるようなエンドになっていたんだけど、ただま、イヤリスがやっぱりなくなってしまっていたところは規定路線となっていて、まあ、そこはね、もちろん一致していたといったところ、まあ、そうなんだって思った方が大半かと思いますが、まあ、それとは別にですね、うん。結局なんかななんとも言えねえよなあれって結局何なん,なんだろうみたいな。 感じなんですよね。まあ、とりあえずね、FF7 リバースが何が言いたかったかっていうと、ギャルゲー状態になっているといったところなんですよね。ただ、なんか、ね、エアリスが幽霊状態で、なんかパーティーに同行しそうな感じがするので、なんか、クラウドだけにしか見えてないみたいな。なんか、そういった意味では、なんか、ティファーだけではなくて、えっと、最終的にエアリス、えっと、クラウドの目から見て取れると思うんですが、一応なんか、 目に見えてしまってるので、結局なんか ARS と最終的にはくっつきますとか、一方で TIFA とはやっぱりくっつきますみたいな、なんか最後に、最後の最後に2つエンドが待ってるみたいな可能性もあるかもしれませんね。なんか、それって以前からユーザーが求めていた内容なんだけどさ、なんか最後の最後でそこだけオリジナル版とちょっと異なる設定、まあ現時点で最後のエンドが若干異なってる状態ではあるので、可能性は結構あるんじゃないかな。 ね先ほどの総監督見てみると、なおさらそう思いますよね。なんか最終作では、どちらのエンディングもあるみたいな感じでしょうか。はい。まあ、エーレスがね、幽霊の状態でクラウドだけ見えてるっていうのもちょっとミソではありますよね。まあ、オリジナル版と全然違う内容ではあるので、なんかその、オリジナル版をね、うまくこのゲームで踏襲してるので、なんか最後の最後で、なんかオリジナル版と違ったような、 えー、匂わせ方をしててきたたののっっ結構意外だななと思ったのでなんか本当にそこのところは最終作につながっていけそうだなと思いました。今、はい、まあ、そんなところで FF7 リバース、ギャルゲーだったといったところで、まあ、その通りだなと思いましたので、今回は共有させていただきました。まあ、改めて見ると本当すごいよね。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。じゃの